はい、皆様こんにちは、ダンスメイクのチャンさんです。今回は特別編です。なんとぽっちゃりモデルとして大活躍されている桃香愛さんがこのダンスメイクに挑戦してくれました。このメイクなら発表会や大会で輝けること間違いなし。私たちもテンション上がりまくりです。コスメの紹介や手順はもちろん、舞台メイクで押さえるべきポイントをこの動画で紹介するので、ぜひ最後まで見てください。それではスタート。まずはベースメイクと同じようにアイメイクも下地から塗っていきます。アイメイクも下地から塗っていくことでアイシャドウの密着力を上げることができちゃうんですね。普通のアイシャドウ下地はただ発色が良くなるだけなのですが、これはウォータープルーフなので踊っても崩れにくいです。そして次に私がドハマりしているアイシャドウパレットを使っていきます。青いアイシャドウを二重幅で若干表面に塗っていきます。ミックスのアイシャドウはとっても発色がいいのですが、ちょっとまあこんな飛びに私は悩んでます。でもその下地を先につけることでブラシとふわっとのせるだけでも粉飛びはしません。動画見ていただけてるようにね、飛んでないですよね。そう、塗る幅の目安としてはもうと半分だくらいまでですかね、はい、こんな感じでこう横にスライドさせるように塗っていきます。あー、もうほんと綺麗じゃないですか、この青。ここまで発色いいやつなかなかないんですよ。そしたら次にコンシーラーでカットクリースをしていきます。カットクリースってなんだろうという方多いと思うので説明します。カットクリースっていうのは二重の線や目のくぼみに沿ってアイシャドウでラインを描くことなんですね。二重の方は二重幅までで、一重の方は眼球に沿ってカットクリースしてあげるといいです。目のくぼみがこうはっきり見えて、より目をねカットクリースを大きくしてくれる効果があります。コンシーラーを明るめを使うと、アイシャドウとのコントラストがはっきり生まれます。そしてテクスチャーは柔らかめがおすすめですね。はい、チップで、大体あの形を取ったら指でポン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 と押さえて密着させます。この時はまだコンシーラーの輪郭をこう綺麗にしようとしなくて大丈夫です。そしたら次、平べったい筆を使ってコンシーラーの輪郭を整えていきます。まだぼやぼやしているのでね。そう、コンシーラーだけで輪郭取るの難しいので、ブルーのね先ほど使ったカラーをこの平筆にとって、はい、目頭から目地に向かって虹のようにね描いていきます。でもコンシーラーがこう目を開けた時に二重幅の上に来ないようにアイシャドウで形を取ります。これはできるだけ濃い方がはっきりします。次にグリッタープライマーをつけます。これは後でグリッターをつけるのでそれのノリになりますね。指の腹でコンシーラーの上にポン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 と広げていきます。これもまずは大体で大丈夫ですね。はい、まあ、なるべく丁寧でいいですけど、かなりベタベタしているのでこうコンシーラー剥がさないように優しくやってあげてください。まあ、そしたら次、そのグリッターをチップかまたは指にとって青いアイシャドウがつかないようにのせます。せっかくねブルーのアイシャドウで輪郭を取ったのでチップで丁寧に塗ってあげましょう。でも指の方が発色良かったですね。ほら、グリーンの輝きが本当に綺麗なんですよ。私このグリッターが大好きです。上まぶたと同じブルーのカラーを目頭以外の下まぶたに塗っていきます。下まぶたはもう普通チップですが、筆を使うことでよりふんわりのせられるので濃い色をのせても優しい印象にしてくれます。下まぶたにもこの青いね発色のいいカラーをのせてあげることで、なんか
目だけ浮きすぎるみたいな、きつい印象が少しなくなります。そしたら次、目の際にアイラインを引いていくのですが、まぶたのこうシワを伸ばしてあげることで綺麗に引けるんですね。なんでこう眉毛をキュッと上げたりするといいです。目尻のラインは眉尻に向かって引くと綺麗な跳ね上げラインになります。あんまりラインを太くしたくないときは、筆を小刻みに動かして少しずつ付け足すように描いていくといいと思います。そしたらいよいよ最後です。目頭の部分に黄色いアイシャドウを細いブラシをね使って入れていきます。青いラインの延長線上になるように入れると、黄色との青がグラデーションっぽくなってとっても綺麗な仕上がりになります。こちらがビフォーです。こちらがアフターです。そして桃花あやさん、ご協力ありがとうございました。とっても撮影楽しかったです。すごいキラキラをすごく喜んでくれて、もう本当に私は嬉しかったです。はい、今回も皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったよという方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンしていただけると嬉しいです。そして C チャンネルではメイクの苦手を克服できるような動画をたくさん載せています。C チャンネルの見方としては、 C チャンネルでインターネットで検索していただいて、はい、そして公式ページでチャンさんと検索してみてください。すると私の動画がたくさん出てくるので、お好きな動画を選んで視聴してみてください。はい、サイトのリンクは YouTube の概要欄にも載せているので、ぜひチェックしてみてください。はい、こんな感じで見れます。そしてインスタグラムやアメバブログもやっているので、こちらもチェックしていただけたら嬉しいです。バイバーイ。